紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の一から四の中から、 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番大学の事務室で男の留学生と事務の人が話しています男の留学生はこの後何をしなければなりませんかすみません 奨学金の申請の書類を書いてみたんですが、これで大丈夫でしょうかちょっと見せてください。ああ、申請書はパソコンで書いたんですね。募集案内には実質とありますから、自分で書いてください。そうなんですか。わかりました。それで、これが研究計画書ですね。今これで何時ぐらいですかえっと、1100ちょっとです。もう少し書き足した方がいいですか うーん、1200字以内となっているので、それぐらいで十分ですよ。あ、あと、推薦書と成績証明書がありませんよ。はい、推薦書は先生にお願いして来週の提出期限までにいただけることになっています。成績証明書も今申請中です。そうですか。来週の水曜日までですからね。はい、ありがとうございました。 男の留学生はこの後何をしなければなりませんか 2> 2番出版社で女の記者と雑誌の編集長が話しています。女の記者はこの後まず何をしなければなりませんか編集長 担当しているパン屋の特集なんですが、原稿ができました。ご覧いただけますか取材した店はすべて取り上げました。そう、見せて。この間の企画会議では3タイプの店を紹介することに決まったよね。商店街のパン屋、カフェ付きのパン屋、移動販売のパン屋。はい。こうしてみるとちょっと物足りないな。うーん。この3タイプとは少し視点が違うけど、 最近、サンドイッチの専門店が話題になってるらしいじゃない。まだ時間はあるから、こっちの方も当たってみて。はい、わかりました。それに、写真、肝心のパンが写ってるのが少ないね。文章も少し練り直しが必要だな。ま、あ載せる店が変わったら、いろんな変更が出るから、それは後でいいや。はい。取材終わってからでいいから、次の会議で変更点説明できるよう準備しといて。わかりました。 女の記者は、この後まず、何をしなければなりませんか。三番日本語学校で、ジムの女の人と男の人が話しています。男の人はこの後、何をしなければなりませんか。 本田さん、今度のスピーチ大会の招待客に出す招待状、作ってもらえる去年のが事務室のパソコンの中に保存してあるから、書式はそれを参考にして、日付とかテーマを変えて。宛名はまだ空欄でいいから。はい、わかりました。会場は例年通りのホールを予約したはずよね。はい、先週確認済みです。設備も去年から特に変わったところはありませんでした。ありがとう。早いのね。 招待状を印刷してから会場を変更することになったら大変だから気になってたんだけど。はい、それは大丈夫です。あと、今年から新しく招待する方のリストを渡すから、招待客の名簿に追加しといて。わかりました。リストはパソコンに入ってるけど、ファイルはパスワードがかかってるから。パスワードを先週変えたの知ってるよねはい。男の人はこの後、 何をしなければなりませんか四番電話で演劇部の部長と女の学生が話しています女の学生は来週のリハーサルまでに何をしなければなりませんか ももしもしあ先輩衣装係の河村ですあの演劇発表会のリハーサルのことなんですが来週のうんどうしたあのその時に衣装チェックをすることになってますよねで今作り始めてるんですがもらった布では足りないようなんですえ本当えっと川村さんの担当は主人公のワンピースとその妹のスカートだったよねはい。 今主人公のワンピースを作り始めたとこなんですが布を買う時に寸法を間違えたんじゃないでしょうかこのままだと残った分で妹のスカートはかなり厳しそうなんですその布お店にももうないんだよね妹だけ違う布を使うわけにはいかないしまいったなでも今からデザイン変えるのもねとりあえずワンピースはそのまま作ってリハーサルに持ってきて残った分でどんな衣装ができるかその時検討しよう わかりましたリハーサルから本番まではあまり日がないしまた大至急お願いってなっちゃうけどよろしくねはい女の学生は来週のリハーサルまでに何をしなければなりませんか 5番会社で部長と女の社員が話しています。女の社員は何をしなければなりませんか森下さん森下さんたち開発チームが進めてきた新しい洗剤今日の会議で発売ということに決まったよ消費者アンケートの結果が評価されてねそうですかありがとうございます会議では少し要望も出たんだ この価格帯の他社のと並べてみたときに、パッケージの印象が弱いって意見が出て、後発なんだから目を引くようなものをという注文なんだ。はい。デザイナーと相談して、いくつか案を出してもらいます。うん。来週の会議に測れるようにお願いしますよ。アンケートで香りについて高い評価が出たことが決め手になったね。力を入れたところですから、チームのみんな喜びます。もちろん、洗浄力の高さはデータで示されてるしね。 残る課題は販売価格をいくらにするかだけどこれは開発チームが出してくれた案を営業に回して検討してもらうことになったから。わかりました。女の社員は何をしなければなりませんか 6番図書館で職員が職場体験の参加者に話しています。参加者はまず何をしますか一日職場体験にご参加の皆様おはようございます。本日の予定ですが皆さんからやってみたいという声が一番多かったカウンターでの貸し出し業務は事前にご案内した通り午後に体験していただきます。 午前中については少し予定に変更があります。事前のご案内では、まず新しい本の情報をコンピュータに入力する作業。その次に、破れた本の修理作業の見学の順で行うことになっていましたが、えー、コンピュータの不具合のため、この順番を逆にします。コンピュータは今業者が修理していて、あと少しで復旧する見込みです。この二つに続けて、 館内の棚にある本の整理もしていただきます。では、よろしくお願いします。参加者はまず、何をしますか。問題二。 問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番。食品会社で女の人と課長が開発中の商品について話しています。課長はどんなアドバイスをしましたか 課長、インスタント野菜ラーメンの試作ができました。試食をお願いします。はい。どうでしょうか。スープは薄味だね。塩分少なめでいいと思う。野菜はもっと量が欲しいところだけど、コストを考えるとこれ以上増やせないんだよね。まあ、これならターゲットの健康を重視した人たちに受けるんじゃないそう言っていただけて安心しました。それで、作り方は はい。えー、まず、鍋にお湯を沸かして、麺を入れ、1分後に乾燥野菜を入れ、茹でます。3分経ったら、そこにスープの粉を入れて、出来上がりです。麺と野菜、一緒に入れられないのいろいろ試してみたんですが、麺の太さがあるので、茹で上がる時間が一緒にはならないんです。麺がもうちょっと細かったら別ですが。それ、いいんじゃない最近、太い麺の方が流行ってるんで、そうしたんですが、 はい、検討します。課長はどんなアドバイスをしましたか二番商店街で電気店の男の人と食料品店の女の人が話しています。 女の人は男の人にどんなサービスを始めるといいと言っていますか 森田さん森田さんの食料品店お年寄りの方向けに電話注文の受付始めたそうですねそうなんですよ結構評判いいんですようちもお年寄りのお客さん多いから新しいサービス始めたいと思ってるんですが何かアドバイスもらえませんか今はテレビや洗濯機を購入してもらった時無料で設置したりしてるんですけどそうですかそれいいじゃないですかそれだけじゃ とても大型店やインターネットででの販売に対抗できませんよ。うーん、うちのは食品だから少量でも頻繁に注文があるんですけど、電気屋さんで同じようにするのも無理がありますよね。うちはお客さんの声をヒントに始めたんですけど。あ、お客さんの声ですか。製品の取り扱い説明書を読むのがめんどくさいって愚痴は時々聞きますけど。 説明書勝手にわかりやすく作り変えるわけにはいかないですしねまあ大抵は購入された時にその場で使い方を説明すれば問題ないんですが後でわからないっていう電話がかかってきてお宅に伺うこともあります電話がかかってきたらじゃなくて購入してもらったらこっちから伺うのはどうですか ?1 週間後とか1ヶ月後とか時期を決めておいて何度かそういうサービスがあると お客さんは頼りにしてまた頼もうって気持ちになるんじゃないですかああ便利な使い方なんかも説明できそうですしね女の人は男の人にどんなサービスを始めるといいと言っていますか 3番。ラジオでアナウンサーがボランティアグループの女の人にインタビューしています。女の人はグループの活動の目的は何だと言っていますか 吉田さんは子供広場というボランティアグループを主催していらっしゃいますよね。どんな活動をしているんですか私たちのグループは藤山公園で月2回活動しています。最近の公園って木に登ってはいけないとかボール遊びをしてはいけないとかいろんなルールがありますよね。ここでは子供が自由に好きなことができる場を提供しています。例えばどんなことができるんですか ここには色々な道具も用意していますので、鍋を火にかけて料理を作ったり、ノコギリや金槌で何かを作ったりすることもできます。え、火やノコギリですか危ない気もしますが。我々の役目は見守ることです。本当に危険だと思わない限り、大人は手を出しません。昔って自分たちで面白いことを見つけて自由に遊べたんですけど、今はそういうことがしにくくなりましたよね。 遊ぶ時もいつも大人が子供と一緒でそうですねでも今時の子供は遊び方を教えてもらわないと何をしていいかわからないってことありませんか最初だけですよすぐにいろいろなことをやり始めますそれに何もせずにぼんやりしててもいいんです子供だってそんな時もありますよ女の人は グループの活動の目的はなんだと言っていますか。四番。高校野球の大会で監督が話しています。監督は。どうして優勝できたと言っていますか。 今大会、選手たちが本当によく頑張ってくれました。キャプテンの怪我で一時はどうなることかと思いましたが、それを補うべくチームが一つになって戦えたことが、この結果につながったと思います。うちはいわゆるスター選手と言われる逸材は不在でしたが、それでかえって個々の選手たちが役割を認識し、試合を重ねるごとにチームワークが高まっていきました。監督としては経験が浅く、作戦がうまくいかなかったこともありましたが、 みんなよくついてきてくれました。本当に優勝できてよかったです。皆さん応援ありがとうございました。監督はどうして優勝できたと言っていますか 5番新入社員の研修で講師が話しています講師は客の信頼を得るには何が一番重要だと言っていますか 営業担当者は自社の商品を売ることが目的ですが、そのためにはまずお客様の信頼を得なければなりません。社会人として清潔感のある服装で礼儀正しく対応するのはどんな仕事であっても当然ですし、自社の商品についてわかりやすく説明するスキルも身につける必要があります。が、何よりもお客様について知るということを最優先に考えるべきです。 さまざまな話題を切り口に話をリードしながらお客様が求めているものをいち早く察知できるかどうかが鍵となります講師は客の信頼を得るには何が一番重要だと言っていますか 6番テレビでトマトを栽培する会社の社長が話しています。社長は会社の今後の課題は何だと言っていますか 私どもの会社では、与える水や養分などを管理する最先端の技術を導入し、工場で大規模なトマト栽培を行っています。ようやく軌道に乗ってきたところですが、新たな設備投資などにはまだコストがかかり、黒字とまでは言っていません。これからは余分な経費を削減し、いかに収支をプラスにするかですね。当初の課題であった流通経路の確保に関しては、おかげさまで、 地元の企業と連携することで何とか確保できました社長は会社の今後の課題は何だと言っていますかここでちょっと休みましょう。 では、また続けます。問題3問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。 まず話を聞いい。てくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます。 1> 1番大学で女の学生と男の学生が話していますテレビで見たんだけどね変わった病院があるみたいだよ美術館みたいに廊下にも病室にも絵が描けてあって病室の壁も白じゃなくてオレンジやピンクなんだってへえそんな病院があるんだうん職員からはそんなことに使うお金があったら 医療機器をもっと充実させてほしいって声もあるらしいけど、患者さんからの評判はいいみたいで、確かに映像を見てると表情が生き生きしてるなって思った。へえ<ー>。他にもね、院内で患者も参加して演奏会やファッションショーを開いたり、医療行為以外の形で患者さんたちが元気になるようないろんな活動をしてるらしいよ。え、患者も出るわけ僕だったらそれがストレスになりそう。 はじめは尻込みしてた人も心待ちにするようになるんだって女の学生はこの病院の取り組みについてどのように言っていますか患者の気持ちが明るくなってよい。医療機器の充実につながってよい。 患者参加型の治療は逆効果だ治療としての効果は期待できない 2> 2番ラジオで男の人が話しています。 よく行く寿司屋の主人が言ってたんですけど、あ、この店は仕事帰りのサラリーマンでいつも賑わってるんですけどね。お店に来る最近の若い人たちは、仕事以外で上司と付き合いたくないっていう人が多いらしいんですよ。まあ、仕事の後で食事などに一緒に行きたくないってことですよね。あと、年賀状のやりとりなんかも極力したくないらしいですよ。プライベートな話をすることもないようで、 私もその店で上司と部下らしき人が一緒に来ているのを見たことがありますけどあの人たちも言葉は悪いですけど上司と渋々付き合ってるってことなんですかね男の人は何について話していますかサラリーマンに人気の店 退社後のサラリーマンの時間の使い方。3。職場におけるコミュニケーションの大切さ。4。今の若者の上司との付き合い方。 3番テレビで専門家が話しています日本には農村地域などにヤシキリンといって家の周りに植えられた人工的な林があります強い季節風から家屋を守ったり枝や幹を木材として生活の中で使ったりという機能がありましたしかし人々の暮らしが近代化するのに伴いその必要性は徐々に薄れ 町の開発などによって減少してきました各地に残っている屋敷林は現代では緑の豊かさやその地域の代表的な景観として価値のあるものとなっています専門家は何について話していますか 1, 1屋敷林の役割の変化 2屋敷林を保存する活動3地域による屋敷林の特徴4屋敷林の跡地の利用法 4番会会社のの議で女の人と部長が話しています今度出す清涼飲料水の宣伝用ポスターの案は今お話しした通りなんですが部長いかがでしょうかこのポスターの言葉広告としては面白いし若者の心もつかむだろうけどね確かに今回の新商品は若者を意識してラベルも開発してきたんだけど ポスターをここまで若者寄りにしていいんだろうか。はあ、売り上げを考えると若者に寄りすぎず、広告はもう少し幅広い層を意識した表現の方がいいんじゃないかな。そうしないと、売り上げ目標の達成は難しいと思うんだ。そうですか。商品のラベルとも印象が違いすぎるしね。もしこの表現にするなら、 商品のラベルなんかももっと若者向けに変えていくぐらいじゃないとダメだと思うけど今からそれが可能かっていうとね確かにそうですね部長はどのような意見ですかポスターと商品のラベルを変更する 2> 2 ポスターも商品のラベルも変更しない。3ポスターは変更するが商品のラベルは変更しない。4ポスターは変更しないが商品のラベルは変更する。 5番？ラジオでアナウンサーが話しています。ペットを飼う一人暮らしの高齢者が増えており、家族のように頼りにしている人も多いようです。一方で飼い主が急に入院などをしなければならなくなった場合、預け先などに困るというようなケースも増えています。このような事情を背景に、現在様々な取り組みが始まっています。ある地域では。 ボランティアが散歩や餌やりを代行したり獣医がペットを飼う高齢者世帯を定期的に訪問しペットの診察を行ったりしているそうですアナウンサーは何についいてて話していますか <1 S 2> ペットを飼う高齢者の割合2。 ペットを長生きさせる工夫。3、獣医が不足している地域の状況。4、ペットを飼う高齢者への支援体制。 6番テレビである会社の人事部長が話しています日本では正規雇用の場合副業を禁止している会社が多いんですが我が社では社員に多角的な視点を持ってもらおうと2年前から本業以外に仕事を持つことを推奨しています今や社員の3分の2が退社後や週末に何らかの仕事に関わっています 多様な経験をしていることで以前と比較して会議で自発的かつ活発に意見が出されるようになり業績の向上にもつながっていると思いますまた個人個人が時間というものの価値を自覚したことで残業時間も削減されました部長は何について話していますか 副業を禁止する理由。2>, 2。副業が本業にもたらす効果。3。労働者の権利を守る取り組み。4。労働時間を削減する努力。 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1>, 1番。ああ、木村さん、席外してた部長がお探しですよ。1。さあ、部長はお見かけしてませんが。2。2> あ、すみません、すぐ参ります。3>, 3。私も一緒にお探ししましょうか 2番森さん駅前の寿司屋行ってきたよ森さんが勧めるだけのことはあるねうん僕もすごく気に入ってるんだそっかおいしくなかったか 3> 3僕はなかなかいい店だと思ったんだけどな。 3番。大田さん、受付に置いといたマイク見当たらないんだけど。1。ああ、課長が持ってったよ。2。2> 受付に置いといていいよ。3>, 3。ああ、マイク見つかったんだね。 4番。ねえ、今度のゼミの食事会、人多くないし予約するまでもないよね。1。そう、予約入れといた方がいいんだ。2。2> そうだね、予約する必要ないよね。3>, 3。予約してあるなら心配いらないね。 5番。原さん、昨年度の販売成績見たよ。日頃の努力あったの結果だね。1。結果が出ずに残念です。2>, 2。コツコツ頑張りました。3。3> 努力したんですが、申し訳ありません。 6番今、倉庫見てきたら、明日の会議に使う椅子、ほこりまみれだったよ。1。へえ、ほこり一つないのか。2。2> じゃあ、拭かなきゃいけないね。3>, 3。椅子、そのままでも使えそうで助かるね。 7番。テストにレポートに来週の発表って、こう重なるとお手上げ。1。1> 全部終わってよかったね。2>, 2。まあ、なんとかなるんじゃない ?3。ええ、すっごく前向きだね。 8番学生の頃一緒によく行った商店街なんだか錆びれた感じになってたよ。1そう、前は賑やかだったのにね。2, 2今も変わらないんだね。3, 3相変わらず人が多いんだ。 9番。林さん、企画が通るかどうかは来週の林さんのプレゼンにかかってるからね。1>, 1。プレゼンの時間かかりすぎないようにします。2。2> 来週プレゼンしなくてもいいんでしょうか。3。うまくいくようしっかりプレゼンやります。 10番。営業部の山田部長、突然辞めるなんて無責任極まりないですよね。1>, 1。本当、見習いたいものですね。2。2> 私もあれは理解できません。3。責任感ある行動で頼もしいですよね。 11番。このセミナーいつも好評だから資料を多めに用意しとくに越したことはないよ。1。1> 人数分だけで十分なんですね。2>, 2。じゃあ無駄が出ないよう少なめにしますね。3。数に余裕を持たせて準備しておきます。 12番三田さん新商品の開発話流れたの君に非はないよ 1, 1あの私に責任があるとのご指摘でしょうか 2, 2新商品の開発進めていただけるんですね3あお気遣いありがとうございます 13番。リーさん、大学の文化祭で何かスピーチしてほしいんだけど、日本で学ぶ留学生ならではの。1。1> 留学生の視点でですね。2>, 2。留学生向けの話ってことですね。3。私、日本で学ぶ留学生ですけど。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番市民センターの事務所で男の人と女の人が話していますすみません 来月の15日にボランティアグループの研修会で使用する部屋を借りたいんですが。はい。何人ぐらいで使えますか ?30 人くらいの予定です。講師に講義をしてもらってからグループ活動をする予定なので、黒板があって机が動かせて参加者が動き回れるようなスペースが欲しいんです。30人でしたら、定員30名の第一会議室が空いてますよ。机の移動も自由にできます。 それから、定員40名の第2会議室は、机は固定されてますが、椅子は自由に動かせます。どちらも黒板は常備してあります。ああ、机も動かせたらいいけど、仕方ないかな。定員30人の部屋だと、ぎゅうぎゅうだろうから。あとは、第1会議室の2倍くらいの広さの多目的室というのがあります。体操やレクリエーションに使うことが多いんですが、その名の通り、何に使ってもいいスペースですから、 そこに机と椅子と黒板を入れることもできます。ただ、準備の作業はお任せすることになりますが。なるほど。他に広いところといえば、200人規模の会議もできる大会議室っていうのもありますよ。机と椅子は固定されてますが、広いですよ。ここも黒板は使う場合は運び込むことになってます。そうですか。うーん。 やっぱり机が動かせて部屋もある程度広い方がグループ活動がしやすいですね必要なものは少し早く来てみんなで運び込むことにしますではこちらの申し込み用紙にご記入ください男の人はどの部屋を借りることにしましたか ?1, 1> 第一会議室 2第二会議室3多目的室4大会議室 2>, 2番レストランの店長と店員2人が話しています 近くにオフィスビルが建ってから、ランチタイムの利用客が増えたのはありがたいんだけど、うち店が狭いからすぐ満席になっちゃって、お客さんをお待たせしたりお断りすることが多くなったよね。何かいい案ないかな。お店の前に少しスペースがあるので、天気のいい日だけでもそこにテーブルを出してテラス席を設けるのはどうですかでもその分こちらの負担も大きくなりますよね。 席が増えたら今のスタッフだけで注文をさばききれるでしょうか今の人数では厳しいね。じゃあ、お弁当の販売も始めるのはどうですか日替わりで1日1種類だけ30食程度準備しておくんです。それだと販売するだけですよ。ランチタイムはそうかもしれないけど、ランチ前の準備の時間帯はお弁当の分すごく忙しくなるってことでしょランチの営業時間を延長できませんか 今より前後1時間程度。そうすればお客様の来店時間が少し分散されるんじゃないかと思うんですが。会社のお昼休みの時間ってどこも大体同じだからね。そううまく分散されるかな。じゃあランチタイムに入る従業員を増やすことはできませんか調理や後片付けの時間を短縮するために。そうだな。ただでさえ狭いキッチンにこれ以上入ると作業をしにくくなるな。 準備はちょっと大変になるかもしれないけど作っとくっていうのは悪くないと思うなうんそれでやってみよう問題を解決するために何をすることにしましたか 1> 1テラス席をを設ける。る。弁当を販売する 3。ランチの営業時間を延ばす。4。従業員を増やす。3。番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて。 それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めますええ今日までの研修で。 商品の開発から販売までの流れについて一通りお話ししました。明日は4つのグループに分かれて各業務の模擬体験をしてもらいます。今から各グループの説明をします。まず、青グループは市場調査をします。夏向けの商品の開発に向けて消費者のニーズを把握する調査を計画します。赤グループは商品企画。 実際の顧客調査の結果をもとに新商品の構想を練って提案してください。それから黄色グループ。このグループには今開発中の商品の商品名やパッケージデザインの案を考えてもらいます。緑グループは営業。新商品を店頭に置いてもらうため販売店との交渉の作戦を考えます。この後希望するグループを書いて出してもらいます。 どれにしますか山田さんは大学でマーケティングを専攻してたんですよね。やっぱりそのグループですかうーん、市場調査の結果を分析してそれをどう開発に活かすかっていう方に興味があるんでそっちですね。自分が手掛けた商品を世に出してみたいですし。なるほど。私はいい商品を多くの人に手に取ってもらえるようにどんな工夫ができるかを考えてみたいんです。 お店に商品を置いてもらえるかどうかって営業の力ですからねそうなんですけど私がやりたいのは商品をより魅力的に消費者に見せるっていう方ですああ質問1男の人はどのグループを希望しますか 2, 質問2女の人はどのグループを希望しますかこれで懲戒試験を終わります <music>